けれども、スーツケースに覚醒剤が入っていると知らなかったという明確な証拠を示さなければ、無罪の立証は非常に難しい。先ほどの江藤さんの説明によると、はい、確認はしてるようなんですよね、はい、スーツケースを確認したんですが、不審物はなかったと、はい、話してます。空港だったら どういう経緯なのかという、まあ、そこをちゃんとこう証明しなきゃいけないなという、それから日本中国での中国の裁判などで慎重に進めるために時間がかかるということもあるということですね。そうですね、その罪を起こしたということは、中国の検察も、まあ、今回初めてその日本の現職の公